出てきてくれましたね。いい感じですね。誇りにかけて負けはせぬ皆の者、勝ち時をあげよう。はい、ということで、いきなり取れてしまいました。ということで、信長の野望大使 PK の、これは信長誕生シナリオの沼田家編ですね。はい。第7話です。すいませんね、前回ね、第7話とかってなんか言ってたような気がするんです。記憶が正しければ、第7話とかね、言ってたような気がします。はい、ごめんなさいね。前回は第6話で、今回は第7話です。はい、いきます。あー、これ、北海道の方かと思ったら、ここだったんだ。モグラ攻めしなきゃよかった。もったいない。はい、ということでね、続けていきます。こっち表出てきましたね。いいですね。誇りにかけて、負けはせぬ。滝崎さん、もう、やる気なかったみたいですね。異様化ですね。いいですね。はい、ではですね。こっち行きたいけど、通路ないよね。はい、ないですね。はい。で、戦争しちゃう？できないね。はい。山内さん、ちょっと。これ、自分で切った方がいいのかな？一応は、とりあえず。うん。そしたら、これちょっと出しておきますか。進め。8000。で、これで。手を打とう。シフト。ああ、通れない。これ無理じゃない。はい。無理ですね。道が繋がってない。ここと同盟組むしか、行く手段がない。はい、ということで、ここだけ取ったら諦めます。はい。じゃあ進めていきます。皆の者、勝ち時をあげよう。あ、東北地方統一じゃないですか、これ。ね。はい、東北地方はね、全部取りました。ですよね。うん。東北地方、この辺ぐらいまでですよね、多分。ここも入るのかな？ここも入らないと思うんだね。はい。諏訪さんが、仲良くしよう言ってる。じゃあ、下にいてもいいですよ。報告いたす。ご命令を。で、兵糧を買います。あ、その前にちょっとね。進出して。はっ。で、兵糧を買って。取引を行いましょう。で、農作業はやるポイントはないんで。歩兵だ。歩兵、歩兵、歩兵。ここら辺ね、いらないんで、ゼロにします。はっ。この辺もね。いらないですね。かしこまりました。どの辺までいらないかな。ここは7600でしょ。ライン的にはここか。ここまでですね、いらないのはね。ここのラインで。このラインでいらないにしときましょう。あとは全部ね、ゼロにします。かしこまりました。これで兵糧がだいぶ増えて楽になってくるんじゃないのかな。かしこまりました。かしこまりました。まあ本格的にゼロになるまで1年ぐらいなんかかかりそうですね。
はい、ということで、歩兵が終わったかな？終わりましたね。はい、ある程度ゼロの方にしときました。兵糧も確か買ったはずです。あ、あと建築やっておきましょう、じゃあ。ゼロにした付近の建築を。この辺いらないものは、ここが解除。いらないものは撤去ですね。本当はここもいらないんですけど。親切で、かしこまりました。はっはっ、はい、魚をね、漁村をね、作っておきます。はっ、こんな感じでしょうね。はい、結構内政頑張りました。うん、あとこの辺でね、様子監督ぐらいですね。あと戦争できる場所が、三木家行くと、本願寺に当たっちゃうので、行きたくないんですよね、個人的にはね。ここはどうせ通路。ああ、ここ行くことは可能か。この辺も行くことできます。まあ、なんとか、やっていきましょうか。とりあえず落とします。この戦、我らの勝ちぞ。はい、ではですね、部分入場させて、なんかみんなすごく、兵が少ないですね。出陣せよ。だからここ飯田城っていうところですね。あ、ちょっと自分も物覚え忘れは悪いですね。はい、ここの城を狙っていきます。大義は我らにあり、手を貸してやろう。はい、ではですね、行きます。行くぞ。うん、問題なさそうですね。出陣せよ。じゃあ、あとこっちかな。こっちは多分そのうち落ちるでしょう。あ、方位22、あ、直接交渉、速交渉できますね。77。全面開放お願いします。はい、ありがとうございます。いただくとしよう。では、もう、いらないので、交渉で、交わします。はっ。もう、届く場所ないんですもん。届く場所ないから、交わするしかない。そしたら、神保獅子、ここですね。はい、このね。ここの家とね、戦場します。陣ぶれを出せ。大義は我らにあり。手を貸してやろう。ちょっと敵多いかな。うん、びっくりしちゃった。行くとしましょう。参加してあげるセルも多いですね。これが1900で出てくる。勝てますね。出陣する。次にここら辺ですね。さあ、親善深めたいですよ。報告いたす。先月の収支でございます。我が策をお聞きください。あ、兵糧減少隊、遠路総軍が出てきた。軍事は40ポイント足りない。わかりました。軍事と、じゃあ軍事論議にしておきますか。対面も50あればなんとか足りるんで、48、45。これにて表情を終えよう。どうだ。あ、取れる兵糧減少。これかなり美味しいです。この兵糧はね、減少するのは。あ、これもいいじゃない。論議が増える。
ゲチオ。はい、ということで、取ったお城あるんで、確か、ここ。はい、防衛やり直します。はあと、ここも取ったかな？はい、取ってますね。かしこまりました。はい。ではですね、続けてね、やっていきたいなと思います。あ、闇取引。取引を行いましょう。闇取引で。志果たさずして、賞は終えられぬな。取引を行いましょう。はい、兵糧を買います。この志、命に変えても果たすのみ。いや、そんなの。倒せるはずないじゃないですか。負けますよ、あなたは。はい。乱世の終わり、はい、この目で見たい。いや、この目で見たいんですから、乱世の終わりね。見せてあげますよ。どの武将が言ったのかわからないですけどね。勝ち合いは揺るぎません。ありがとうございます。勝てばよい。それが戦よ。お、これは、20日ぐらい ?5 日すごいいいじゃない。速落ちと一緒ですね。この戦、我らの勝ちぞ。いい感じじゃないですか。小木田も取れちゃいましたね。ただ問題なのは、この先どうするかですよね。結構強い。ここら辺とか、取りたいんだけど厳しい。で、あれでしょ、武田さんとは、あれでしょ、同盟なんでしょ、いや、従属先の頃はね。同盟なので、攻め込むことができない武田さんには。となると、ち、松平さん？兵いくついるんでしょうかね。15,000。15,000も、まあ、詰められなくはないですけど、相当時間かかりますね。ちょっと一回ここは変えります。こっち様子見ましょう。これが積み重ねた年の功績。標高22日ですね。なんか悩みますね。だから従属を切ってしまうと、報告いたす。従属先を、ゲチオ。ねえ、ここを切ると、一気に多分、攻め込まれるんですよね。こっちか。狙いはこっちか。取引を行いましょう。取り計らいます。じゃあこっち先生に報告しますか。千葉さんね。陣ぶれを出せ。大義は我らにあり。手を貸してやろう。じゃあこっち行きますか。23,000。じゃあこれ35,000持ってきましょう。35,500ですね。勝ちは揺るぎないはずです。遅れを取るな。はい。まあ、こっち見ときましょう。こっちあと何日だ？あと17日。じゃあこっちを見るような感じで、
兵糧買ってる。取引を行いましょう。はい、ではね、進めていきます。あ、商いを始めましょう。報告いたします。ご命令を。やっちゃいましたね。ちょっと舞台足りなかったですね。じゃあこっちも5000ぐらい出そうか。6300。出陣する。そうするとこっちを見ときましょう。こっちがね、当たるんですけど勝てますね。負け犬ども消え失せい。まあいい感じじゃないですか。多分84日もかかるんですね。結構かかりますね。見る場所はない。はい、ちょっと悩んだんですけどね。今川家と通称、今川家だったら結んどいてもいいかな。報告いたします。表情を取り行う。軍事商業ですね。これにて表情を終えよう。確かなんか軍事で取りたかったものがあったんだけど消えちゃってるね、多分。特に、あ、豊作？絶好調上昇上がるの取っときます。ご命令を。ここ歩兵やってなかったですね。かしこまった。まあ大体こんなもんですかね。かしこまった。はい、闇取引しましょう。志果たさずして賞は終えられぬな。読み取引ですね。取引を行いましょう。はい、兵糧買ってきます。食べられないやつか。これさ、食べられない兵糧ってなんとかしてほしいですよね。使いの者が来たようです。諏訪さんダメです。拒否です。もう少しでね、たどり着けて倒せるんでね。報告いたします。ゲチを。じゃあ兵糧買います。取引を行いましょう。やることないんでそのまま攻めていきます。兵庫25日ですね。今出してるのは2部隊、ここ、今籠城してるところと、そっちってことですね。おっと、なんか知んないけど、援軍が来てるぞ、これ、武田さんから。武田さんじゃ、北条さんから。11600余裕ですね。じゃあ、ここ見ていきましょう。あ、削る、解散しちゃいましたね。貴様ごとき、我が敵ではない。あ、キッチンタイマーになりましたね。じゃあ、とりあえずここは返します。
こっちは落ち着くまであとどのぐらいだ？あと4日。うん、じゃあ、あともう1ヶ月だけね、進めていきましょう。そうするとここが片付くと思うんだよね。飽きないよ、始めましょう。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。クアス、農作業やります。忘れてしまいます、いつもね。かしこまった。ではね、進めていきたいなと思います。米買いましたよ、ね、取引を行いましょう。あ、買ってなかったですね。ありがとうございました。買いました。はい、進めていきます。この戦、我らの勝ちぞ。行くぞ、出陣せよ。じゃあね、今ね、舞台出してるのはここ一部隊だけなんでね、ここ確認していきましょう。はい、強行57日ですよね。報告いたします。表情を取り行う。表情は商業ですね。やっぱり商業を進めていきたいですね。これにて表情を終えよう。こっちです、こっちを、あ、ここも取っとかなきゃまずい。あ、そしたら足んなくなっちゃいましたね。はい、ということでね。はい、ということで、ね、これ第7話ですね。ご視聴いただきありがとうございます。では、この辺でね、終了になります。